ネウケンラプトルは後期白亜紀の南アメリカ大陸に生息したドロマエオサウルスカに属する獣脚類の恐竜。化石はアルゼンチンのポーティズウェロ類相から産出した南半球から発見された最初のドロマエオサウルスカ恐竜の一つである。ホロタイプ標本の骨格図、人間との大きさが比較されている。ネウケンラプトルの化石は1996年1月に アルゼンチンのパタゴニア北部のネウケン州に位置するプラザ、ヒューインカル付近で発見され、同年に報告された。1997年には、アラウカのラプトル・アラザンティニューズと命名する予定であることが明かされ、1999年には、暫定的にトロードンカの属として記載された。しかし、2005年に、ベルナルディーのリバダビア自然科学博物館のフェルナンド、 ノバスとオハイオ州立大学のディーゴポールは、タイプ種ニューコンラプターアラザンティニューズを命名し、ドロマイオサウルス科として記載した。俗名のうちニュケインは、発見地であるネウケン州やネウケン盆地に由来し、ラプターは、泥棒、略奪者を意味する。種小名はアルゼンチンを指す。ホロタイプ標本、MCFPVPH77 は、 コニアシアンキザハシであるポーティズウエロ類層から発見された。この標本は左足、複数の頸椎断片、肋骨、尾の地道弓、頭骨からなる。全長は1.5から3.5メートル、体重は75キログラムと推定されている。より小型のブイトレラプトルと共通する特徴が見られ、禁煙とされている。ネウケンラプトルはウネンラギアの ジュニアシノニムの可能性がある。二族は族あるいは種レベルで同一の可能性があり、その場合ウネンラギアの方がネウケンラプトルよりも早い1997年に命名されているため、選手権の原理に従ってネウケンラプトルではなくウネンラギアという名前が用いられることになる。ネウケンラプトルはノバストポールによる系統解析でドロマイオサウルス科に位置づけられ、 同化内で多分岐を成すとされた。2012年に発表されたターナーらの系統解析では、ウネンラギアーカに位置づけられた。分裂する前のパンゲア大陸ネウケンラプトルが南アメリカ大陸から発見されるまで、ドロマイオサウルスカ恐竜の発見地は北アメリカ大陸、ヨーロッパ、北部中国、モンゴルに限られており、古生物学者はドロマイオサウルスカが ローラシア大陸すなわち北半球のみに分布していたと考えていた。しかし南アメリカは中世代においてはゴンドワナ大陸の一部であることからネウケンラプトルの発見により南北の大陸がどれほど孤立していたかある程度の示唆がもたらされている。超大陸パンゲアは前期ジュラキに分裂を開始し約1億6000万年前に北半球のローラシア大陸と 南半球のゴンドワナ大陸の分断をもたらした。ゴンドワナ大陸自体は、西ゴンドワナ及び東ゴンドワナに分裂し、白亜紀の間に西ゴンドワナがアフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂した。カリブプレートが南北アメリカ大陸の間で東向きに運動していることから、後期白亜紀から古代三期の暁新生頃にあたる。 約8000万年前から6000万年前に、両大陸が陸橋で陸続きになっていた可能性がある。ありがとうございます。